9月23日、新潟市体育館大会の、ノーローフ有志決戦編入バカーデスマッチに、杉浦選手が出場することになりましたので、ご報告させていただきます。杉浦選手は、試合に。そうですね、まあ、この日、タイトルも JHC あるということで、ぜひ、まあ、ノアの一員としては、JHC 選手権、出たいっていう気持ちがあったんですけど、まあ、イバハが先に名乗り出て、で、まあ、その後の関本戦にも負けてしまったので、ね、ちょっと言う機会もなくなったし、まあ、ずっと言われてたんでね、この人に、まあ、やってもいいかなという。メンバーもまあこの通り、この間の前回アリコロでやって負けてるんでね、それと全く同じカードということで、高山さん、平山さん、はい、やるってことで、何かご質問あれば。おーおーおー、勝手入るの、おい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 、入れんな、おい、西田が、すいません、おいおい、勝手入るのよ。いや、頑張ってるからって激励してんだ。事務所入るの。いやいやいや、ほらほら、怒るな怒るな、もういつも怒ったばっかりで、おい怒るっていうことは俺は意識してるっていうことだからな。なあ、意識してんのか。カード決まったから、ね、意識する。いやいや、まあ、俺好きなんだろ。いやいや、杉野さん、僕はね、君が好きなんだよ。いやいや、なあ、なあ、皆さん、なあ、健太がいなくなってなあ、ノアも頑張ってるし、なあ、杉浦君、丸藤君、頑張ってるじゃん。頑張ってるじゃん。なあ、いや、激励に来たんだよ、激励に。ほら、ほら、ちゃんとお前、なあ、ちゃんとお前、お土産持ってお前、俺も、俺ん家から遠いんだよ、お前、ミスタードーナツ、お前何好き？ほら、甘いもん食べない。いやいや、いいじゃねえか、お前。なあ？いや、俺はね、フレンチクルーラー好きなんだけど、フレンチクルーラーなかったんだよ。おい、食べろ。おい、食べろよ。おい、食べろよ、お前。おい、食え。いや、食えよ。俺甘いもんいらない。好きじゃないの？食べない。こんなうまいな。うまいよ。おい、事務所やってるわけだよ。出ない人の前悪いよ、この野郎。おい、もったいないな。本当だな。いや、俺も一瞬思ったよ。お前も、俺もったいない。まあいいや。おい、座れ。何お前、決まったからいいだろ。何すんお前。おい、丸富士入ってねえじゃん。うちのチャンピオンなんで。ん、チャンピオンなんで。チャンピオン、チャンピオン、選手権あるんだ、選手権。バイバイって、バイバイって分かる、バイバイ。お前
もうわ、もうわから引くよあっさり引くよ、当たり前じゃん、男に二号ないな。お前が負けたら丸牛出すな。俺が負けたらな。お前が負けたら、俺は負けねえ。おいおい、ノアの裏方、おい、頑張ってる裏方よ、おい、男に二言がないな、おい、だったらこれ承諾するよ、おい、お前ら言っとくけどよ、お前らに貸し合っても借りはねえぞ、おい、杉浦よ、杉浦さんよ、お前さ、ガタ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 言われにや、お前貸しってなんだよ。貸しじゃん。貸し借りた覚えねえ。何を借りたの。交渉交渉だろ。何を貸したの。何言ってんだろうな。こんなとこで喧嘩するつもりはねえけどよ、俺もよ、こんなドーナツ買ってきたんだからよな。おい、あとでお前オフィスの人間食べさせろよ、お前な、みんな頑張ってるんだからよ。食いかけはダメだよ。食いかけは、食いかけ持っちゃったよ。食いかけは持っていくよ。落ちた、食べるよ。だけど、おい、杉浦、一言言ったけど、おい、電磁爆は甘く見るなよ。おい、今回、おい、お前に免じて受けてやるよ。お前に免じて受けてやるけど、な、おい、お前らが負けたら、丸打ち出せ。それが条件だ。分かったか。おい、おい、聞いてんのか、聞いてんのか、聞いてる。まあ耳が通るから、聞きが悪いんだろ。聞いてるよ、聞いてるのか、聞いてるよ、聞いてんのか。おい、しろ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 、分かったか。おい、握手はしてない。まあ俺と時計同じなんだ。ドーナツも嫌いで握手もしないのか。はあ、そうか。ということで。おい、杉浦。頑張れよ。おい。ノアの皆さん、頑張ってこい。おい。おい、なんだよ。落ちたの持ってけ。お前落としたんだ。何でも食うんだよ、美味しいと思えば。何に決まってんだろうか。じゃない。おい、杉浦、お前も本当に言うだけだな。お前のチキンさがよく分かった。だから来てやったんだよ。何やってんの。試合やってやるって言うんだろう。気をつけてな。別に舐めた発言した覚えはないし、もうやったことないんだよね。
どう言いようがないっていうか、どんな感じなのかっていう。見たこと、見たこと、あ、なんか映像ではあるけど、ね、生で見たことはない。怖い。別に怖くない。だってみんなやってんじゃん。でも分かんないよね、それだから 俺が負けたって俺は言ったんだけどね。俺が負けてて途中からお前たちが負けたらって書いてるから、その辺はあの人のうまさでしょ、言葉の。そうやってあのうちのチャンピオンを引きずり込もうっていう。だから俺はその辺は決めれないし、俺が負けたらって言ったけど、俺は負ける気はないから、俺が負けたらって言ったけど、途中で向こうはお前らが負けたらってなってたからね、その辺のあの人の。俺は俺たちが負けたらとは言ってないからね。俺が負けたらって言ったからね。それはみんな録音してるし、あれでしょ、撮ってるから録音してる。この杉谷さんとしては自分が負けなければ、その感情が持っていや、だからその 俺とやって俺を踏み台にしてマルージっていうのも気に食わないし、別に俺がなんでそんなの決めないといけない、決める権限もないし、決めたくもないし、そんなこと。勝手にそれは勝手にやってくれって。だからうちのチャンピオンとやりたいならドーナツ持っていっぱい持って頼みに行けばいいじゃん。うちのチャンピオン甘いの好きだからね。前段階としてもう今回で完全に闇に杉浦さんが粉砕して、もう引き取り。まあ美味しければね、別に使ってやるし。なんかやって損するようだったらもういらないし。なんか慣れといた方がいいかね、火薬に。なんか特訓でもしようかな。じゃあ火薬になれると思って、まあ、爆竹を例えば体全部に巻いて火つけてパチパチやってるとか。君がどんな感じか見てみて、君がやってみて、あ、大丈夫なんだなと思ったら俺も自信になるじゃん。あ、じゃあできるなって。それは僕は自信になるかもしれないですけど、見て自信、だって大体ああいうネットコマーシャルでも、そういうなんか爆破のシーンとかでも、まずディレクターが若いアシスタントやらして、これで OK だからって芸人さんとか俳優さんとかにやらすわけでしょ。俺もさ、俳優なんだよね。だから一応顔とかもね、怖いから、次の撮影もあるしさ、そういう意味では誰かに やらして大丈夫だったらっていうのは。稲垣選手とかだったら実際。ああ、いいかもね。まあ、その辺ちょっと話聞いてみてっていうのは。森田選手そのものに対しての警戒ポイントとかっていうのは。まあだからさっき言ったように、うまく自分のペースに持ってかれるんだよね。
その言葉の一つ取ってもそれをずっと言い続けたりするやり口はもう変わってないんでね、まあ、そういうところじゃないですか、向こうのペースにならないようにっていう。だから俺ともう試合俺がやってやるっちってこうカードが決まってるのにね、その後の丸打ちとかそういうことをなんか口に出してきてね、言ってくるっていうのは、まあ、やつのペースにならないようにって。これもしよかったら食べます。有事鉄線が入ってくるかもしれないです。ありがとうございました。